ちさん、今日の体調はいいですか？生まれた瞬間に愛だって思ったんです。愛の塊が生まれてきたなって、まあ、私はその母親として彼女が生きていける環境を作る役割をしようと思ったんですよ。ただ苦しんでまで生きててねとは言えないけどさ、やっぱりもう絶対生きててくれないと困る。自信がない。そう、医療が偉くて介護が下だみたいに思わなくていいよっていつも言ってるじゃん。えいちゃん、生きることは大変ですね。大変ですね。親亡き後を見据え、親ある今をどう生きるか。エリさんのこと忘れるわけないからね。